ブライアン・アダム・ディンケルマンは、アメリカ合衆国、イリノイ州セントレーリア出身のプロ野球選手、右ト左打。2006年 MLB ドラフトで、ミネソタツインズから8巡目指名され、6月8日に契約を結んだ。この年は、参加のルーキー級エリザベストンツインズで46試合に出場した。2007年は、A 級ベロイトスナッパーズで開幕を迎えた。 この年のミッドウェストリーグのオールスターゲームで西地区代表に選出された。6月に A 級フォートマイヤーズミラクルへ昇格した。2008年は A 級フォートマイヤーズで63試合に出場した。この年のフロリダステートリーグのオールスターゲームの南地区代表に同僚のロブデラニー、ジェフマンシップ、アンソニー・スラマ、ダニー・バレンシアと共に選出された。その後、 AAQ ニューブリテンロックキャッツに昇格した。2009年は開幕を AAQ ニューブリテンで迎え、5月の第1週の週間 MVP に選出された。その後も活躍し、2003年以来となるポストシーズン進出に大きく活躍した。2010年は AAQ ロチェスターレッドウィングスで137試合に出場した。2011年は開幕を トリプル A 級ロチェスターで迎えた。6月2日にメジャーに昇格し、4日のカンザスシティロイヤルズ戦でメジャーデビューを果たした。6月16日にトリプル A 級ロチェスターへ降格したが、ロースター拡大後の9月5日に最小をした。オフの10月22日に40人枠外となり、FA となったが、11月10日にマイナー契約を結び、残留した。 2012年は開幕をトリプル A 級ロチェスターで迎えた。怪我で2ヶ月欠場した影響もあり74試合の出場に止まった。オフの10月29日に再びマイナー契約で残留した。2013年も開幕をトリプル A 級ロチェスターで迎えた。この年は主に控え適用された。最終的に89試合に出場に止まった。オフに FA となった。 ありがとうございます。